コンサイ、キュウリキューコンバーだぜ、コンボー。じゃあ、今回もガーディアンテイルズの、ストーリー進めていこう。まずは報告からしていこう。なんとなく強くしたんだけど、一つ気づいたことがあって、俺ストーリーで会った赤ずきんさん、この方かと思ったけど、こっちの方が、だった。エル・ビラさんとアラベルさん、二人いたんよ。多分こっちがストーリーで会った方で、こっちはまたまた別の方。でも混乱に陥ったから、赤ずきんさんを使うのをやめて、はい、マリアンさんにしました。なんで今回はこのパーティーで行こうな。よろしく。ってことで、今回はワールド4、狂気の砂漠をクリアしていくぜ。まず最初は砂漠の入り口からだ。行くぜ、コンボ。はじめまして、いい本があるのですが、一度読んでみませんか？急に勧められた。無視するしかない、やっぱ。めっちゃついてくるじゃん、怖っ。無料の心理テストはいかがですか？しようよ。なんで無視するの？そうおっしゃらずに。どんどんついてくるじゃん、一気に倒さなきゃいけなくなるってこと？あなたも救われますよ。ああ、宗教的な話なんか。おっと、あいつらです。いや、そうだよね。あいつらが神の意志に逆らったんですよ。そうなるわな。いえいえいえ、異端者の匂いがする。偉大なあのお方のご意向を理解できない哀れな魂たち。僕が君たちを永遠の苦しみから解き放ってあげます。さあ、収容所に連れて行こう。見てくれてますか。信仰心の話から、上まだ来るじゃん。罪にまみれた者たちを。お前たちの肉体を捧げ、食材せよ。世界はすごいよ。いて、あの方こそが真の、あなた様のためで。やばすぎだね。教祖様のためにってこと？お、なんかそれに抵抗した屈強な戦士がいるじゃないですか。目が覚めたようだな。チャンピオンソードが強く反応している。早くもチャンピオンにお会いできました。あなたは誰ですか？俺か。砂漠で傭兵をやっていた。それで十分だろう。ここはどこ？信仰が足りないもの、信仰に逆らったもの、そしてくちゃくちゃ音を立てながら飯を食らうやつまで、作られた神にとって目障りな連中が集められている。それがこの地下収容所だ。ここから出る方法は？ここから出るつもりか。諦めろ。脱獄を試みたやつらは全員どこかへ消えてしまったからな。まあ試みよう。カビ臭いベッド、近寄りたくない。机の引き出しには何も入っていない。錆びた鉄くずを重ねて作った机は今にも崩れそうだ。おい、ちょっとこっちに来い。てかさ、この人さ、あ、ここから出られるんなら何でもやるんだな。何でもしよう。それなら今から俺に手を貸す。いいな。おお、どうしよう、めっちゃ殴ってくるじゃん。なんで手を貸す？ああ、そういうことか。何の音だ。うん、痛い。やはははは。貴様何をしている？別に助けてでもどっちでもよかったろ。魅力からだろ。こいつがイラつかせるからよ。くたばっちまうかもな。棺桶でも用意しておくんだな。あれ、バナナ拾っといたら何かなったが、来たぜ。連れてきたばかりの奴隷なんだぞ。やめろ。一人じゃ手に負えん。信用性をやった、空いてる。今がチャンス。ナイスです。さすがだぜ。てか、このおっさん俺多分仲間にいるんだよな。うん。バナナは相手を滑らせるために持っておいた方が良さそう。はい。この監獄僕には狭すぎるよ。でけえやつおった。あんたたち脱獄しようとしてるんだろ。俺も連れて行ってくれないか。連れて行くか、仕方。ありがとう。なんか交換してくれそうだ。俺はバナナが大好きなんだ。バナナをくれたら俺の宝物と交換してやるよ。もう欲しがってるものを渡そうか。これはバナナじゃないか。ありがとう。さあ、これが俺の宝物だよ。石ころだ。なかなかいいやつだな。いい根性してんな。ああ。天気。面倒だったけど、穴を掘っておいて正解だったな。こんな風に仕事の時間に昼寝もできるし。すごい。そうだな。もう少し掘ったら脱獄もできるかな。でも、面倒だしな。とりあえず一眠りしてから考えよう。会社が近くに来たら起こしてくれよ。気づいてんじゃん。フェイスブレイクもやってて。すげえな、こいつ。はい、開けまーした。みんな解放すんのかな、これは。ここは安全そうだな。少し休んでいくぞ。休むとか必要なんだ、この人。何見てんだ。聞きたいことでもあるのか。収容された理由を聞く。俺の話だと。話したところで何も面白くはないぞ。過去の話。
どうしようもないこそ泥から凶悪な殺人犯。所詮傭兵なんて見る者の目によって変わるもんさ。雇い主の命令にはそれがどんな内容であれ絶対に従う。そうやって任務を完璧にこなしてきた。いやーそうだね、暴力的だね。傭兵なのかこの人は。なるほどね。傭兵はいつも人となり合わせだ。俺も例外じゃない。ある日任務からの期間中に襲撃を受けてな。もちろん全員神のもとへ送ってやったが、俺も無事じゃなかった。だだっ広い何もねえ砂漠のど真ん中で誰にも気づかれないまま死ぬのか。そう思うと空っぽになっちまったな。笑いしか出なかった。そのままぶっ倒れたよ。で気づいたらここってこと。目が覚めましたか。気がつくと俺はボロいテントの中で寝ていた。横には小さなお嬢ちゃんがいてな、声だろうに俺の手当てをしてくれたんだ。ダメちゃん、動いちゃダメです。傷が開いちゃいます。それまで俺はクズを見るような目で見られてきた。だがあの子は違った。純粋に俺のことを心から心配しているように見えたんだ。その日以来俺は傭兵の仕事から足を洗った。ほー、そろそろ行こう。あまりゆっくりしている暇はないからな。休憩必要だったか。何が欲しい。綺麗な石が欲しいんだ。あー石ころのことかな。おーおー、わらしべ長者できるじゃん。ああすっごい綺麗な石。僕にはいらないものだけど、誰か欲しがってる人がいるかも。持っていくかい。シャベルね。穴掘りが大変って言ってる人いたな。脱獄しようか。そう警戒しなくていい。お前たちを捕らえる気はないんだ。こんなイカれたことをするのももううんざりだ。お前たちにとっても悪くない提案があるんだ。昨日パトロール中に通行証を落としてしまってね。それを探してくれたら君たちが外に出るのに必要なものを用意しよう。興味深い提案だな。通行証はどこに落としたんだ。おそらく囚人の誰かが持っているはずだと、うん、トンネルを掘ってここから出るには道具が必要だな。おうおう、シャベルやるよ。これでいいかい。あんた通行証持ってね。これを探していたんだ。口止め料だ。これをやるよ。はい、通行証ありがとうございます。お待たせ。はい、これだ。よくやった。それでは約束通りお前たちに役立つものを用意しよう。もしかして透明マント。監視の服いいね。ありがとうございます。この服を着れば監視に変装できそうだな。しかし服は一着だけか。あんたがこの服を着よう。門の見張りを騙して正門から抜けるぞ。ってことはこの人たちを置いてく。ああ連れていくのね。何いい。待て。なんだい。兄弟よ、囚人たちを連れてどこへ行く。囚人ボコボコにするのはやばいな。こいつら王国に連れてこいという大神官様のご指示があった。行ってみよう。偉大なる大神官様のご指示か。いいだろう。神のご加護があらんことを。門を開け。なんか思ったより多くの囚人連れ出しちゃってるけど大丈夫かな。俺今アニメでワンピースのさうどん編見てるからさ、ちょっと囚人とか監獄とかワクワクするんだよな。まあそこにいるのはいい侍たちだからまあいいんだろうけど、ここはそうじゃないだろう。助けてくれてありがとう。いつの間にかシェルたちも助けてくれた。俺気づかんかった。武器も持ってる。久しぶりの太陽だな。この先はデザートエルフの村だ。俺たちが脱獄したことはすぐにバレるだろうからな。気をつけていくぞ。オーケー、気をつけていこう。もうこんな時間か。ちょうど休めそうな場所だな。このサブで進む珍しいな。今夜はここで過ごそう。話の続きが聞きたい。こんなつまらん話を聞きたがるとは本当に物好きなやつだな。おいしいサボテンピクルスいかがですか。一度食べてみたら癖になりますよ。お嬢ちゃんにさ救われた日から俺は一緒にいることにした。お嬢ちゃんの名前はライラ。幼い頃に両親を亡くして一人暮らしをしている。辛い環境の中でもお嬢ちゃんは一生懸命に生きていたよ。美味しいサボテンピクルスいかがですか。一度食べてみたら癖になりますよ。ごめんね、最近財布の事情があまり、まあ枯れてるから大丈夫です。今度余裕ができたら来てくださいね。サボテンピクルスを一ついかがですか。おい邪魔だよ。そんなこと言わない。あ、おー、威嚇すんな威嚇すんな。待っておじさん、すみません。いや怖いわな。おじさん、お客さんを怖がらせちゃダメだよ。そうだね。美味しいサボテンピクルスいかがですか。大変だったな。まだでも続きそうだね。オッケーオッケーオッケー。でも今日は昨日よりたくさん売れてよかった。よかったよかった。そうだな。明日は今日よりもたくさん売れるさ。
ですよね。おやすみなさい、おじさん。寝るの早。傭兵の頃に比べたら確かに稼ぎは減ったさ。でも、あいつといる時間はとても平穏で幸せだった。けどな、そんな幸せも長くは続かなかったんだ。また、もう絶対なんか襲われるじゃん。美味しいサボテンピクルスありますよ。ほら、奴らが来たよ。おー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 、ボスっぽいボスっぽい。なになに、もう壊れたのか。その辺に捨てておき。かなぐずともめ、もっとマシな奴を連れてこいと言っただろうが。お買い上げありがとうございました。やばいやばいやばい、連れて行かれるよそれ。あの子供はどうでしょうか。うん、いいだろう。連れてこい。やばすぎ。はい。マジで言ってる？子供だぞ。魚お前、こっち来い。なんですか？やめてください。やめろ。何をする？その手を離せ。おー、マジで連れてくんか。やばすぎ。ボコボコにしたって？おー、オッケーオッケー。ナイス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 。ボコボコにしたけど、人数が多いからな。おじさん。やるじゃないか。武器もないのに俺の精兵をこんなに倒すとは。だが、もう限界のようだな。その子を離せ。きついね。こいつは収容所にぶち込んでおけ。一緒な。いや、おじさん。まあ、じゃああの子を倒しに行けばいいのかな。あの子はあの人だね。あいつのせいでライラを失い、この収容所に捨てられたのさ。必ず復讐してやる。てか、チャンピオンたちって自分がチャンピオンという自覚はないっていうことでいいのかな。よし、朝だよ。行こう。デザートエルフ村。えらい。なんかリッチめな。おい、ちょっと僕の話を聞いてくれないか。僕はこの村の保安官として逃げた指名手配犯を追っているんだ。しかしこの村の人々はみんな似ていて、誰が誰だか見分けがつかなくて困っている。そこでな、僕の代わりに指名手配犯を探し出してくれないか。報酬ならきっちりと用意してある。 OK、 いいよ。犯人はオレンジ色のターバンをつけているそうだ。つばしこいやつだ。気をつけてくれ。了解。オレンジターバンか。俺に何か用か。まだ君を捕まえに来たい。無駄だ。お前みたいなドラマのやつに捕まるもんか。ほい、そこで何をしている。収容所に連れて行かれたくなければこっちに来い。あー、道を開けろと偉大なる大神官様がおいでになられました。笑顔と拍手礼をお迎えください。あー、かっこいい。いや、そこにめっちゃ囚人おるけど、お顔がもなもん、それ多い。あー、この方ね、身分の低い我々には。はー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 。エルフおる。なんだお前は。聖なるパレードの邪魔をするな。何日も何も食べれていないんです。食べ物をお恵みください。私ではなく、この子の分。かわいそうですが、いかがいたしましょうか。邪魔だ、今すぐ片付けろ。ママ。なんてひどい。辛いな。なんだその顔は。同じ目に遭いたいのか。すぐ追いかけてくじゃん。おお、優秀ね。あ、難しい。しつこいやつめ。いい対面に合わせてやる。戦うの？オッケー。さすがにこれはひどいね。くそ、保安野郎のパシリに捕まるなんて。大神官様ってやつの悪口を言ったからって指名手配されちまうクソみたいな世界だからよ。ああ、いっそ俺を収容所にでもぶち込めばいいだろ。ここは見逃す。本当に見逃してくれるのか。うん、本当にありがとう。もう全然今見張りのところ走ってたけど、いける？あなたの未来を占います。たった1000ゴールドで持ってるんじゃない？1000ゴールドぐらい、わかんないけど。じゃあ占ってもらおう。あなたの未来気になりませんか？たった1000ゴールドで未来を占いましょう。じゃあ占ってもらおう。来てます、来てます。これはそのうち食べ物が降ってきそうです。食べ物降ってきた。食べ物降ってきた。マジで降ってきてる。ワーロワーロワーロ。よし、ここで戦いに勝つことであそこのクエストクリアかな。じゃあちょっと食べ物降ってくるでは終わらなさそうだった。狂信者のアジトが示されている地図を発見しました。あんたが言ってること本当だったよ。降ってきた食べ物。ほら、言った通りになったでしょ。あんたが降らせてくれた。もしかして1000ゴールドでもっと詳しい未来を占いましょう。せっかくだからもう一回占ってもらおうか。
来てます来てます。はあ、これは薬剤が見えます。このままでは来たるべく薬剤を避けられないでしょう。おっと、困ったもんだ。おい、痛い、食べ物痛い。これですか、これですか、食べ避けられない薬剤。私が見た未来は絶対です。うん、違うようだ。痛いね。度重なる厄災。ごめん、見逃しちゃった。逃がすって、チキシュー。お前みたいなやつはこの村にいる資格なんてない。さっさと移ろう。やった、クリアした。あら、占いさん、またいらっしゃるじゃない。体にあざとか出ていませんか。よどんだオーラが見えます。厄払いしなければいけません。厄払いは特別ゴール。いったっけー。まあでも金多分あるから頼んでみるか。うん、チチンプイプイ。はあ、油肩油。目やば、赤くなってる。あなたの人生が幸せでありますように。ありがとうございます。どっか行くじゃん、あのインチキ占い師め。占い師インチキかい。とんでもない詐欺師だよあいつは。そうだね。ああ、大丈夫ですか。いや、騙されました。自分で呪いをかけて厄払いのかな。え、いや、くかけられたってこと？やばー。うわ、撤去してあるし、優秀な詐欺師だった。楽しそうな笑顔の子、めっけ。どうしたん？待って待って、鈴見さん、楽しそうじゃん。20年以上、雪山で暮らしてきて、いろんな雪を見てきました。でも、こんな雪は初めてです。これは砂です。暖かい、黄金色の雪、それに溶けることもない、この雪を使ってイーグルを作れば、とても綺麗で暖かいでしょうね。仲間たちも呼んできて作ってみます。私の黄金のイグルが完成したら遊びに来てくださいね。ぜひ遊びに来るけど、イグルか。イグルじゃなかった。イグルって何？ほら、ねね、ははは、お姫様だ。ねね、私が拾ったの見ろ。あれ？キュウリー、どうしたん？どうしたん？姫、俺も会いたかった、会いたかった。ねね、またこんなの拾っちゃった。さすがです、姫。さすがです、ぜひ姫。大好き。褒めてくれる？もちろん。やっぱりキュウリが一番ね。あの子たちはこういうの興味なさそうなの。こんなに綺麗なのにもったいないね。何？アイスクリーム食べる？何してんの？サラサラの砂の中にキラキラしたのが混ざってる。砂金？もっともっとコイン欲しい。私はもうコイン。コイン？何してんの？ん？崇拝せよ。ああ、わあ、おお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 お勇者様がおられる天に届くまで叫べ。あーおー。ってことは俺があそこに降っていったら勇者様ってことになるってことで OK。 なーにしてんの。よいしょ。あー、あなたは我々を救ってくださる伝説の勇者様ですね。そうですそうです。勇者様、さあ私たちに救いを。え、団長、勇者様、何をするんです。マジで人違いです。私は何も覚えていません。エヴァ団長ですか。本当に出る？うわー！みんな思ったより声高くて笑っちゃう。え、団長だとしたらとても気になるです。じゃあ続いてオアシス。オアシスだね。行こうか。何？裕福そうだね。一つ頼みがある。あのロが乾いてな、水を買ってきてくれたまえ。オアシスまで歩くのが面倒でな、礼は弾むから持ってきてくれると助かる。もういいでしょう。お金たくさんくれるじゃん。オアシスの近くに水を売る商人がいるはずだ。ああ。営業準備中ですって言ってたあの方な。この人ね。い、甘くて冷たい水はいかがですか。冷たい水は100ゴールド、ミネラルウォーターは5000ゴールド。ミネラルウォーターでいいんじゃない。何が欲しいっつってたっけ。冷たい水っつった。ごめん、間違えたの買ったかも。おー、愛しいミネラルウォーター、はい、くれ、報酬として1000ゴールドやる。どうぞ、何でも。やっぱり水といえばミネラルウォーター、とにかくご苦労様。難しいな。踏むだけ踏んどくか。何がの。うわー、神よ。おー、ナイス。いえ、てめらのお江戸はどこにいる。北の極光を越えた先の聖地に。おー、殴るな殴るな。このオアシスキャンプの鍵はどこだ。それだけは言えない。ウィーク、まだ殴られ足りないようだな。うん、あ、違う。ん、どうやってここへ入ってきた。入ってきたよ普通に。クソ、逃げたか、ドブネズミみたいなやつめ。てめらの仲間はどこへ行った。オーケー。ほらかなやつめ、偉大なるあの方が我々を救いに来てくださる。ガー、あ、もうこれはこのこのガー、消滅するじゃん。やばすぎ。
さあ、てめえらの偉大なる神というやつのところへ行きたくないなら、おとなしく言うこと。おお、わかった。そいつは、龍砂の穴の方に向かったはずだ。影を持っているのもそいつだ。だからお願いだ。俺は許してくれ。口の軽いやつだな。ありえねえ。あんたは影を持ってるこいつの仲間を連れてきてくれ。俺はもう少しこいつから話を聞いてみる。恐ろしすぎるだろ。泡がここにいる限り、こいつこの人殴るね。やばいね。早く行こう。しつこいやつめ、ここまで送ってくれとは。しかし、ここがお前の墓場となるだろう。何？龍砂の怪物よ、偉大なる神の意に従い、あの愚かな子羊を死をもってどうちゃらこうちゃら、俺らは飛び跳ねてそこに行けないの。ちょ、不公平だね。はい、龍砂に住む怪物、はい。やっぱ！あ、だから死んだ。私の脇腹ラインセクシーじゃない？なんなの？やっぱり超セクシーじゃない？あら、あんた、もしかして見ていたの？見とれちゃうのもわかるわ。何？こんなナイスボディな私がこんなにセクシーな格好をしているんだもの。あ、でも勘違いしちゃダメよ。これ、ちゃんと防御力の高い鎧なの。セクシーであればあるほど、守りも完璧ってね。あら、もしかしてあんたも興味あるの？それなら連絡先を教えて。どこで買ったかリンク教えるわ。送るわ。おー、魅惑の騎士、男じゃん。あ、どうしたの？お子様には刺激が強すぎるかしら。確かに私みたいに清楚なタイプにはもっとおとなしい方が似合うかも。よいしょ、オッケー。なんとか言った。よかったぜ。どうじゃん、怖いだろ。怪物はどうしても俺は捕まえられないぞ。絶対ずっと突っ立ってるつもりか、バーカ。え、どうしたらいいんだ。はい、おお、あー、なるほどね。はいはい、どうも。鍵をよこせ。あんたの味方が死ぬぞ。お前いつか天罰が下るぞ。いいんだいいんだ、天罰とかどうでもいいんだ。あいつに殺されてしまう。お願いだ。うわー、お母さん助けて。大丈夫、ちゃんと渡せば多分許してくれるよ。あ、やべえ、お前らがいくら俺の信念を試そうとも俺は信じられないぞ。どれ、一度あんたの手際を見せてくれよ。まあまあ拷問はやめとこう。武器で脅そう。どん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 。 お前が何をしようか、鍵は絶対に渡さない。くすぐろ。えへへへ、おいやおいや。もうくすぐるぐらい大丈夫だよ。はい、 OK です。鍵を渡せばいいんだろう。ほらよ、オッケー、ありがとうございます。渡したんだからもういいだろう、話してくれよ。これが俺の方法だ。俺も聞きたいことがある。てめえらの親玉についてだ。ほう、ダメだ、それだけは言えない。んそれなら話しやすくしてやろう。ああ、そのためのスイッチなのね、それ。そろそろ話す気になったか。言えないって言っただろう。怖すぎだろう。ああ、プチってなる。うん、わかった。話せ。もうプチってなってるだろ。話せよ。話せばいいだろう。答えろ。よし。おかげで使えそうな情報は手に入れたな。言うことを聞くいい子にはご褒美をあげなくちゃな。やばいやばいやばい。鍵を持ってオアシスの北側に来い。残りのやつあんたの好きにしていいぞ。おかしい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 。どんな感覚してんの？こいつ無事？いって。俺は大丈夫。頭がちょっと薄くなっただけだ。よかったよかった。無事でよかった。おい、サンドスイッチ押さえよ。絶対押さえよ。頼む。助けてくれ。まあ、助けるよ。大丈夫だよ。いいよ。多分あのボスが単独で悪いやつだから。鍵はあんたが持ってんだろう。早く開けてくれ。オッケー。開けました。でもあれ、とてもなんか、このステージのボスみたいな感じなんだけど。あんた思ったよりやるじゃないか。こっからも頼むぜ。おう、任せな。